この一冊、この一曲。書棚から一冊選びました。宮沢賢治の銀河鉄道の夜。そうですね。皆さんも読んだことがあると思いますし、まあ、もしかしたらもううる覚え、ストーリーはうる覚えかもしれません。もう出だしのあの登場人物の名前、ジョバンニとカンパネルラ、この異国の地の名前が出ただけでもういきなりどっか遠い不思議な土地へ持っていかれてしまいます。しかもそこを銀河鉄道が通ってるわけですから、宮沢賢治の銀河鉄道の夜。まあ星にまつわる曲はたくさんあります、ありますが、これはもう本命で銀河鉄道の夜のアルバムを作られた、妻子城さんのテーマ曲をご案内しましょう。